いらっしゃいませ。みつ姉様、お父様がお城に来てほしいって。戦争だ。え？予兆はあった。アルダー帝国め、その方にはサビーネを連れて他国に避難してもらいたい。え？そんな。そこの貴族たち数名が裏切ったのだ。え？ミツハ殿、頼む。お断りします。え？私にとってあの店は家であり城で。そういうわけでこの件は。伝令、あれか。時代劇で旗なびかせて報告に来る。王陛下から通すように指示が来ております。どうぞ。え、そんな簡単でいいの？これって軍事会議。ミツハ。ん？私の後ろに立つな。それが誰であろうと撃つ。そう訓練されている。あ、いえ、どういたしまして。領主代行としてはせ参じました、マイレディ。ボーゼス領にも召集が？うん。最初、この少女は？ん？あのミツハ・フォン・ヤマノ殿です。か、誰？総指揮官のハイブリンガー公爵だよ。やっぱりサビーネちゃんは地球に疎開させなきゃ。伝令！待て、どこの部隊だ？アレクチス様！君の騎士として合格かな。次回に期待しましょう。勇気ある若者は苦しみながら死んでゆくのだ。恐怖と絶望の本当の意味を奴らに教えよう。何？説明してる暇はないの。早くこの人の手当てを。アマス・アレクシス。いや、エミハが。違う世界だ。ここの売り文句は、たとえ世界の果てまでもお呼びとあらば即参上。約2万魔物を含みます。魔物？戦場は異世界。な、断る。え？さすがに異世界と言われてもにわかには信じない。おいおいおい、見えてねえのかよ。おい、勝手に運転するんじゃねえよ。お分かりいただけましたね。私の話が嘘や妄想ではないと。ついでだ、偵察していくか。コピー。お、いいね、お嬢ちゃん。うん。